西暦5012年、人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群よりアンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために君たちヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。おはようございます。ナインエス。司令官からの命令で、トゥービーさんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう。心配はいりませんよ。僕たちナインエスモデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。ナインエス。え、なんでしょう。継承はいらない。え？私の名前にサンはつけなくていい。あ、はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。トゥービーさん。あ、いや、トゥービー。ああ、2B か。メンテナンスは終わったのか。はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅、あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが、任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役には別のヨルハ部隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。先が格納庫ですね。行きましょう。戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。トゥービーさん、今回から新装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。
設定しました。レジスタンスのキャンプよりちょっと離れた場所なんですが、敵への情報漏洩を防止するためなので我慢してください。了解。頑張ってくださいね。ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。お前たちは2号。あれ、 2B のことを知ってるんですか？いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している。え、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これ、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。の岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。
この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。生命体です。
界生命体。もう一体増えるなんて。